はいどうも、水溜りボンドです。お願いします。毎週頑張っていきましょうということでね。いやもうすごいじゃん。はい、ということで、しっかりした告知をね、そうね、させていただこうかなと思うんですけど、確かに夢だったもんね。これだって見に行ってる側だったもんね。ヒカキンさんを本当に初めて見たぐらいじゃなかった、あの時って。ヒカキンさんが出てきて、ボイパやってめちゃくちゃ盛り上がって、はじめさん出てきてキャーって、その、YouTube ファンフェスっていうのがあるんですけど、まあメインのイベント、東京国際フォーラムでやるやつ。すごっ、ミワがやってるとこだ。いやミワ以外もやってるだろ、大体の人やるんだよ。東京国際フォーラムの、ホール A ロビーで、レッドカーペット歩きます。やばっ赤いタキシード着ちゃおうかな。いやダサい、袴だろ。袴でダサ。本年度チャンネル登録者数が100万人を到達したクリエイターがレッドカーペット歩いて登場し、おおと交流するイベントです。すげえぞ。100万人のあの盾もらえるんですよ。そこでもらえるの。多分そうです。でも他にもね、出演者さんまだはっきり決まってないんですけど、大体分かるはず。100万人って人だね。僕ら仲良くしてる人たちばっかじゃないですか。集まることってなくない？なかなかないよね。俺も嬉しいわけよ。今年なんか超えた人たちがガッて集まる場所って、確かに一生にここしかないんじゃない。でしかも100万人いったっていう表彰される場所ですから。すげえ表彰されるんだ。いや僕らは多分一生忘れられない日にはなると思います。何日？スムーズに聞くじゃん。あ、違う、自分が聞きたいだけ。うん、2016年12月20日火曜日。火曜？はい。16時開場、16時半開演です。場所は東京国際フォーラムホール。大丈夫？いや大丈夫。何がやばい？いや大丈夫。絶対あるじゃん授業お申し込みフォームが概要欄に書いてあるんで、はい、お申し込みいただいた方の中から抽選で500名様を無料でご招待します。ファンと交流するイベントということで、そのレッドカーペット歩きながらファンと交流できるんでね。はい、なるほど。だからメインでやる東京国際フォーラムのなんステージでやるイベントと、うん、レッドカーペット歩くイベントはなんか一部と二部みたいな。だから要するに別枠なんだよね。はい、だから僕らを見たい方はメインの方行っちゃうといないから、はい、レッドカーペットの方に応募していただくと。そう、じゃあだからまあメインステージもね当然面白いですけど、お願いしたい。僕らを何ここ切りやん。僕らを見たいっていう理由でぜひね抽選を応募していただけたら。いやほんとそうだよ。ぜひね皆さん嬉しいな、会いに来て。こんなになったら、じゃあこんなとこに出ていかなきゃいけない。絶対こうなんだろうと思う。急ピッチでいきましょう。急ピッチでこっからね、水溜りボンド成長しないとやばいこと気づく、後悔させないでということで、はい、もう本当に皆さんのおかげでこんなね晴れ舞台が来そうなんで、ぜひね。来そうだよ。ちょっと見てほしいね。お前絶対脱臼すんなよそれまでに。うん、それ赤いやつでいくら。いやでもダサいじゃん。ということでじゃあ皆さんぜひ応募してください。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。